2P 側チャンピオンジェフリー、 1P 側チャレンジャーパイ、この試合どう見ますか？そうですね、 2P 側のプレイヤーですが超高段位のプレイヤーですから期待が高まりますね。なるほど、いざここからどうする？うまい、投げが決まらない小走波、きっちりまとめた。はい、一気に畳みかける。投げだ、ここで KO。 セットカウントは1対0。はい、まずは一本選手、はい、さあこの後が問題ですよ。第2ラウンドが始まりました。カウンターヒット、いざここからどうする？いいですね、両者手が出ないか。きっちりまとめた。避けてからミドルキック、ダッキングロー、決まった。ここまでどうでしょうか？ 2P 側のプレイヤーですがコンボも決まって攻撃力が高いとでも言いましょうか。なるほど、これで安心しないでとにかく攻め続けるしかないです。そうですね、ダンキック、投げ打つ、距離を置いてカウンターヒット、投げ失敗、ダンキャッ、これもヒット、カウンターヒット勝負あり。セットカウントは2対1。はい、安心しているんじゃないでしょうか。大金星なるか。ファイト4、レディー、第4ラウンドが始まりました。ミドルキック、どうした？アッパー、これは抜けた、投げ失敗、小走波、さらにヒット、カウンターヒット。ここからどうする？結果フック、投げていく、重ねていく、利権水 KO。 セットカウントは2対2。ジブリー、一気に余裕ができたか。このまま終わってしまうのか。第5ラウンドスタート、いざ、これがヒット、絶好調だ。攻守体 B を挟んで畳みかける、すげえ、ミドルキック、甘いわ、よろけた、KO。 この試合どうでしたか？気持ちが伝わってくる試合でした。ジェフリー勝利しました。Try training next time.